ここ座って。ここ？うん。今日は、うん、久保さんと一緒にあるお願い事をしたくて、うん、あるものを作りました。はい。緊張するんだけど。ミサンガです。超かわいい。あ、そう。うん。これ編んだの？うん、編んだ。青川さんにはですね、これですね、ミサンガ一緒につけてくれますか？もちろん。本当？うん、なんかさ、うん、ミサンガってさ、うん、なんか重くない？うん、全然そんなことない？嬉しい、本当。なに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 、あー、なんか重いかなと思って。全然重くない。心配しながらね、編んだ、うん、でね、願い事が、うん、一緒の願い事にしたいの。同じ？そう、お互い本当に好きな人と一緒にいれますようにっていう願い事。それがお互いお互いのことだったら嬉しいな。いいねって。久保さんの方からなんかそれがお互いのことだったらいいねみたいなこと言ってくれたから、ちゃんと私が思ってたことが、あ、伝わってるんだと思って嬉しかったです。青川さんが言葉に出して好意みたいなのをこう伝えてくれたって実は初めてで、でもすごく彼女っていろんなタイミングでこう目で語りかけてくれる子なんですね。青川さんの目で語りかけるのは、いや、すごく可愛いなと思いつつもいつもずるいなと思ってですね。あれは何だろう、彼女の武器ですね、本当に。ヤッホー。彼女のところに行った時にくれた写真が二段構えみたいなストーリー仕立てになっていて、久保さんが雨男なのでデートが雨になっちゃっても楽しく待ち合わせっていうのがテーマ。橋本さんといる時は本当に心の底から純粋に楽しめるっていう、橋本さんってすごいそんな女性だなと思います。ありがとう。はい。あうん、この前チラ見の時はなんかちゃんと俺からハグできなかったから、うん、嬉しい。今日はもう一回してほしい。開けていい？はい。お祝いを兼ねた華やかなものを作りたいなと思って、今回はフラワーリースを作りました。すごい嬉しい。結構こう目立つところにユリとバラが並んでいて、ユリは当然岡田さんのことで、バラが僕で、この2つがなんかこう寄り添うようにあったんですけれども、そのプレゼントが嬉しい気持ちっていうのでいっぱいになりました。今日は私らしく手作りの椅子を作って、久保さんとその手作りの椅子でおしゃべりしたいと思いました。乾いてる？乾いてないの。乾いてる？乾いてないんかい。まさかのペンキが乾いてないっていう、なんていうのかな、そこら辺のこのざっくり感、まあでもそこが飾らない彼女の魅力だなというふうに思いました。生姜の鍋にしてみました。超嬉しい。今日寒かったから、本当に家庭の食卓みたいな、仕事から帰った時ってきっとこういう光景なんだろうな、理想的ななんか家庭の姿だなっていうのをすごく想像してしまいました。久保さんも今日結婚式ってそういうふうに想像してたこととかが一緒で嬉しかった。匂いじゃ分かんないか。匂いで分かるかも。匂いで分かるかなって思った。はるちゃんそういうとこ俺大好き。大好きって言ってくれて、今日は久保さんの心を感じられてちょっと嬉しかったです。せーの、だーん、じゃーん。すげーすごいでしょ、頑張ったの。すご、久保さんが妹さんの結婚式だったのでケーキを作ってみました。3段のチョコレートケーキで、2段目にサプライズがあるケーキです。で、ね、すごいね。で、パッカンして、パッカーン。あー、かわいい。ほら、好きっていうメッセージをこう伝えてくれたことだとか、そういうのも全部ひっくるめて、彼女のサプライズはなんか本当に感動したのを覚えてます。ちょっと、うん、ちょっと本当に本気で食べていい？これ本気で食べよう。ねえ、本気で食べていいって言ってくださった、嬉しい。まだ？まだだよ。はい、開けてください。おお。油絵をプレゼントしました。すごいじゃん。これ何だと思う？
沖縄の海で2人で竿と俺が2人で話してるところ。おおすごい嬉しかったですね、うん、それをイメージして描いたので。なんか竿が今欲しいものとかってあるの？なんか欲しいもの、うん、こんな素敵なプレゼントもらって欲しいもの、わかった、うん、何？デートしたいそんな素朴なものを欲しいっていう風に言ってくれてですね、そこも彼女のすごい純粋な性格っていうのが出ていて、そういうところも魅力的だなっていう風に感じたのを覚えてます。デートしたいって言ったんですけど、終わってから気づいてバラ欲しいって言えばよかったかなってちょっと。で番号振ったから、うん、1から8まで、うんうん、せーの。ちょっと合わせるのとかアイコンタクトで目を見てやりたかったんですけど、めっちゃ緊張しました。もうペダル踏んでるのかよくわかんない、足の震えがもうずっとビク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 ってなって。のせいた時って彼女表情ではすごく終始笑顔だったんですけども、ちょっと手が震えてたり足が震えてたり緊張してたんだろうなっていうのを感じてですね、すごくけなげで可愛らしいなっていうのを感じたのを覚えてます楽しかった。ちょっと緊張したけどあれすごい頑張って練習したんだけど全然弾けなかった。ありがとう、でも超嬉しかった。よかった。で、うん、一つプレゼントがあって、うん、ちょっと待ってね、うん、シャキン一緒に弾いてくれてありがとう。うわ何これ、超嬉しい。プレートしてみて。これさえちゃんが弾いたやつ。これ今一緒に弾いたやつ。え私メッセージカードに久保さんが私をデートに誘ってくれますようにって書いたんですよ。でこっちね。こっち、うん、うん、脱いで。あびっくりした、あの何の説明もなしに足湯だよ入浴剤を作ろうって思ったのは、大変な状況の中で一緒にいてくれてるなって思うので、少しでもちょっと体を温めてあげたいなっていう思いで思いつきました。すげえびっくりした今日一日大変だったろうから。あ癒される。なんか短い時間だったけど2人きりで会えて本当嬉しかった。